にちは、ミッツチャンネルです。ここは台湾の桃園国際空港です。これからチャイナエアラインに搭乗しまして成田へと向かいます。これからチャイナエアラインについてお話をします。チャイナエアラインは1959年に台湾空軍の退役軍人によって設立されました。1993年完全に民営会社となります。そして2011年スカイチームに正式加盟。現在は日本国内と台北の間週147便飛ばしています。そして現在保有機は89機です。それではこれからチェックインしてきます。ちょっと時間がないので急ぎます。ミツチャンネルスタート。プライオリティパスで入れるプラザプレミアムラウンジに着きました。早速ビールをいただいています。今日の便名ですが CI106 便、機材はエアバス 330-300 です。ビジネスクラス30席、エコノミーが277、計307席です。私は29の計の席を取りました。でこちらのラウンジから搭乗ゲートまで 2,3 分のようなので、ここで少しゆっくりしたいと思います。今日は預け入れ荷物がなかったので、チェックインカウンターに並びました。でチェックインカウン、預け入れ荷物があったのでチェックインカウンターに並びました。さほど混んでいなかったので割とスムーズでした。ただ到着時間、空港 の、の到着時間がちょっとギリギリだったので少し焦りました。余裕を持って来ないとやっぱりダメですね。それではここで少しゆっくりします。ゲートに到着です。飛行機に乗り込みました。シート周りチェックしていきます。シートピッチが31インチ79センチです。広くもなく狭くもない平均的な広さかと思います。シート幅もこのぐらいですね。さほど広くもなく狭くもない感じですね。シートポケットすごく手前に伸びます。たくさん物が入りそうなシートポケットです。そしてテーブル出してみます。テーブルこのように手前には伸びてきますが、大きさ的にはさほど大きくありません。しおり置いてこのぐらいです。さほど大きくないテーブル。そしてこちらにはコート掛けがあります。そしてこちらミラーがあります。女性には嬉しいですね。モニター画面とっても小さいです。ミニ画面で、モニターの隣には、こちら携帯ぐらい置けますでしょうか。物入れがあります。
シートポケットに少し出っ張りがあるので、ちょっと足に当たる感じがしますね。ちょっと足に当たる感じ。それでそのせいで少し狭く感じるのかもしれません。もう少しこのシートポケットが上についていると足元がゆったりするかなと思います。あとヘッドレスト、ヘッドレストスライドします。USB ポートは残念ながらありません。毛布です。ブランケットは、薄いパープル色のブランケット、フリース素材の暖かそうな毛布です。そして枕、リモートコントローラーはこちらにあります。よいしょ、引き出し式のタイプ。エミレーツの A380 が隣に、やはり A380 はかっこいいですね。您好，欢迎搭乘中华航空。Welcome aboard China Airlines。各位贵宾，根据法令规定，在飞行途中会发生电波干扰的个人电子用品，全程禁用。现在，请您确认已经关闭电源。Ladies and gentlemen。According to CAA regulations, all transmitting devices must not be used during the flight. Please switch them off right now. 有关行动电话以及其他电子用品的使用规范，请您参阅机上杂志乘客安全规定单元。Regarding the usage of mobile phones and electronic devices, please refer to the safety regulations in the onboard magazine.客舱内共有八个紧急出口。There are 8 exits in this aircraft. 在走道或座椅边装有逃生路线指引灯。紧急情况时，逃生出口指示灯会自动亮起。请您按照灯光指示路线到达您最近的紧急出口。The escape path lighting is located along the aisles or on the side of your seat. The exit lights will be on in an emergency to guide you to the emergency exit.Please follow the illuminated signs to the nearest exit. 逃生门的位置及使用方法都有标志及说明，但在航程中不可任意触动。有关以上各项救生用具的详细说明及紧急出口路线，请参阅座椅前的旅客安全须知卡。For more information, please refer to the safety instruction card in your seat pocket. 现在我们准备起飞，请系好安全带，竖直椅背，收好桌子及脚踏垫。We are now ready for takeoff. Please fasten your seatbelt, bring the seat back upright, put your footrest and tray table in place.我们预祝您有一个愉快的旅程。Enjoy your flight with us. We wish you a pleasant journey.
これです。中華航空の60周年記念塗装の模型、そしてこちらはくまモンが描かれている模型737800で、こちらは350900、こちらもちょっと変わった塗装されています。これも面白そう。こちらはね、中華航空の
飛行機から降りてきました。東京国際空港成田に到着です。飛行中映画を見ようとしたんですけれども、差し込み口、イヤホンの差し込み口が、接触が悪くって、手で押さえていないと音が聞こえないという状態でした。とても残念でした。330は古い機材ですが、その古さを今日は目の当たりにした感じでした。でも食事やドリンクのサービスは良かったです。それでは今回の動画が少しでも参考になったと思っていただけましたら、高評価ボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では次回もまた見てくださいね。